ほんじゃ行こうか。80%でお願いします。Then you do everything you want to be right. Remember, I will always be around. And I know, like I told you so many times before, you're gonna come back. You're gonna come back. Oh, knocking right on my door.今日の悪が
ぜ誰の都合で回る日々誰に誰がいるものか黄金のために群れをなし
彼がちょっとコードを繋いだりする間、わざわざ京都から今日来てくれました。うわー、秀樹さん、木村さん来てやん、ちょっと一言喋って。どうぞ。ほんまかいな、そうかいな、って誰も知らないでしょうね、こういうの。彼とは40年以上の付き合い、そこにいる三島君も知ってる。じゃあ俺がまず紹介します。木村さんは40年以上前にですね、1969年かなんかにウッドストックっていうのがありました。それを丸ごと全部タレントたちを呼んで、日本でウッドストックをやろうという、モージョウエストっていうのをやろうとした人です。ほんでいろんな京都の1500年祭とかなんかのプロデュースいろいろやってたりとかするんですけれども、もともとは京都美大の先生だったんですが、60過ぎてから絵を描き始めて、その絵が全く独特の絵でですね、日本だけじゃなくて外国でもずっと壁画とかお寺の襖絵とかいろんなことを描いてる人です。まあ大体こんなことですね。これ聞きます。よく物本って言うでしょ、物本、本物、本物、本物って定義はなんかないと思うんですよ。何が本物かって言えないんですけど、はっきりしてるのはなんかこうスタンスが変わらないのか、ずっと昔から40年以上一緒同じことしてる、それでかっこいいっていう男です。で、要するに僕から気持ち悪いぐらい今日昔と変わってない、こんな本間もほんまにいるでしょうね、というふうに思います。もう一人ここにいる石丸君も40年以上同じことです。ただ彼がちょっと変わったのは髪の毛がなくなったまあそういうなんで、本間も二人がこれからやります。この本誰が喋っても終わんないそういうことです。ほんで石間秀樹くんがですね、ギター弾きだったんだけどシタールも弾いてました。それで、すいません、高橋、ちょっとダンカンっていうのは、俺はまだギターを弾いてます。それで、専門家と一緒になってですね、このシタールっていうものを発明して、今日は弾いてもらいます。じゃあ、行きましょうか。アンチャンマハル
世界の石巻秀樹です。石巻秀樹氏に拍手を。このステージは、ジョーの、なんていうかしら、いなくなった誕生コンサート以来です。まあジョーにしてもあのヒロシにしても似てるところがあって俺は好きだったんですけどね。目が優しくてそんなやつに限ってさっさと行っちゃう。
Mr.
ジャジャI'm not
だけが過ぎてゆく。Hold on.